邪魔します。違うよ、お前の忘れてったやつ持ってきただけだって。勝手に入ってきてんの？勝手じゃねえだろ、お前ちゃんとノックしたら返事くらいしろよ。お前こっちはね、風邪で体弱ってんだから、それで変なことしようとしたらね、もう大きな声出すよ。なんかしねえよ。その前にお前鍵ぐらいかけとけよ。何それ、これお前にぴったりの見舞い持ってきたから。うん、サボテン。うん、あ、綺麗な花にはトゲがあるって、そういうサボってんじゃねえよって意味だよ。おい、サボってなんかないよ、本当に風邪ひいてんのに。でも元気ありそうだから、うん、じゃ帰るわ。ああ、何？枕、クッションとアイスのちょっと元に戻してよ。私そこまで行く元気ないんだから。さっきも元気満々だったじゃねえか、あれ。うん、じゃあね。ああ、お腹痛い、お腹痛い。痛いの？痛いの、うん、下手くそ。お腹痛い。もうマジで痛いの？どこ？大丈夫か？お腹痛い。どこ？触んないで。終わってねえだろまだ。お腹痛い。お腹痛い。今の風邪って腹なのか？痛い。薬とか持ってねえの？お前外行って何か買ってきて。いや医者行けよお前。何でもいいから早く買ってきて。シャケ弁がいいかな。お前なんか空気なの？もうね、お腹すきすぎてお腹痛い。ふざけんな。昨日からろくなもん食ってないの。本当にあるんだよ、そういうこと。ねえよ、そんなこと。友達に聞いてみなよ、3人に1人はね。いてててててて。バカ。買ってくればいいんだろ。ついでにコーラとヨーグルトとテレビの雑誌で、ヨーグルトはね、イチゴのブツブツが入ったやつ。つぶつぶって言えよ、気持ち悪いな。つぶつぶ